はい、これが B フラットコードを目線のアングルから見てみた形ですね。こんな感じになります。人差し指のこのね、丸まり具合とか、人差し指の先がこう6弦に触れているところとかね、この3本の指をどうね、こうギュッとこう、コンパクトにまとめて3フレットに収めているかとか、その辺を見ていただければと思いますね。あとはですね、このね、3本の指の丸まり方。あとは親指の位置ですね。これはちょっと後ろからで見ますけども、こんな感じで見えてます。で、省略形の方の場合はこういう風になりますね。こんな感じの、見え方になると思います。フレットに対してなるべくそばを押さえてますね。で、他の指はこう畳んでおくなり、しておきます。あんまこうピンと伸びてることはないと思ってください。はい。薬指がこう逆反りしてるところも注目してくださいね。はい。これが B フラットの目線アングルでした。ではですね、今度後ろからのアングル行ってみたいと思います。はい、これがですね、B フラットコードを後ろから押さえたところを映していますね。同じ音がしてますね。で、肘の位置、そんなに張らずに、こう体に近い位置になってます。かといってこう体にくっついちゃうわけではないですからね、軽く開いております。そして、指の方、これは親指のね、この角度ですけども、普段だったら結構こう90度ぐらい持ってきます。少し持ってきてますが、少しだけね、このヘッド側に倒れてる感じかなと思いますね。こう上から見てみると、人差し指と中指の間ぐらいですね。ここら辺でギュッとこう押さえてる感じが、わかるかと思います。親指の位置、これね、こっちすぎずです。人差し指と中指の間に見える。まあ上から見るとね、こんな感じで。はい、こんな位置に親指を置くといいんじゃないかなと思いますね。そうするとしっかりこのバレエの、人差し指のこうグッと押さえた力と、3本指のグッと力押さえた力を両方をこの親指がね受け止めることができるんじゃないかなと思いますので、はい、この親指の位置も参考にしてください。はい、これが後ろからのアングルでした。